エドワード・サイード、エドワード・ワディ・サイード、エドワード・アジエ・セット、1935年11月1日から2003年9月25日は、パレスチナ系アメリカ人の文学研究者、文学批評家、主張のオリエンタリズムで、オリエンタリズムの理論と共にポストコロニアル理論を確立したとされる。彼はまた、パレスチナ問題などアメリカの対外政策を批判し続けたが、 生涯をアメリカで過ごした。キリスト教徒のパレスチナ人としてエルサレムに生まれる。父親はエジプトのカイロで事業を営んだが、サイードはエルサレムにあったおばの家で幼年期の多くの時間を過ごしたほか、レバノンでも暮らした。アラビア語、英語、フランス語の入り混じる環境で育ったため、三つの言語に堪能となる。14歳になる頃にはに通った。 この時期の生活については、自伝、遠い場所の記憶に詳しい。アメリカ合衆国へ移住後、学士号をプリンストン大学、修士号と博士号をハーバード大学にて取得した。英文学と比較文学の教授をコロンビア大学で40年間務めた、1963年から2003年、他、ハーバード大学、ジョンズ・ホプキンス大学、エル大学でも、 共鞭を取った。ガーディアン、ル・モンド・ディプロマティーク、アル・アハラム、アル・ハヤトなどの雑誌に寄稿しつつ、ノーム・チョムスキーらと共にアメリカの外交政策を批判し、アメリカ国内で最大のパレスチナ人とアラブ人の擁護者として発言を続けた。同い年の大江健三郎を評価していた。晩年は、白血病を患って共鞭を取ることも稀だった。 2003年9月25日、長い闘病生活の末に、ニューヨークで没死した。67歳だった。なお、サイードの経歴に関して、自身による詐称があったという批判が存在した。パレスチナにずっと在住していたと詐称し、ユダヤ人に追い出されたなどとありもしない被害を、でっち上げた。事実は、エジプトのカイロにて、富裕層の指定として生まれ育ったため、 社会主義政策を掲げるナセルに追い出されたというのが実情であるというものだが、学者としてはサイードはオリエンタリズムの理論で最もよく知られている。彼は著書オリエンタリズム1978年において西洋におけるアジアや中東への誤った、またはロマンチックに飾り立てられたイメージの長い伝統がヨーロッパやアメリカの植民地主義的、 帝国主義的な野望の隠れた正当化として作用してきたと主張し、オリエンタリズムの理論を打ち立てるとともに、ポストコロニアル理論を確立した。サイードは、オリエントトークシデントのいずれのイメージも不要と考えて批判を行い、論争を引き起こした。ジョセフ・コンラットの研究から著作家としてのキャリアをスタートさせ、オリエンタリズムや帝国主義論と関連させつつ、 ラドヤード・キップリング、ギュスターブ・フローベール、エドワード・ブルワー・リットン、カミュ、VS ・ナイポール、ゲーテなどを論じた。ゲーテがハーフィズに感銘を受けて作った斎藤詩集を称賛し、この題名は、後にサイード自身が運営に携わる、楽団名の由来ともなった音楽との関わりを参照。サイードは、イスラエル領と、その占領地域及びそれ以外の土地に住む、 パレスチナ人の権利を擁護した。彼は長年にわたって、パレスチナ民族評議会の一員であったが、1993年に調印されたオスロ合意をめぐっては、占領地域のヨルダン川西岸とガザ地区から撤退する代わりとして、イスラエルがパレスチナと相互承認を行い占領地域に居住していた、パレスチナの自立について、交渉を開始するという合意を、両者の分裂を、 決定的にする上に、パレスチナ難民のイスラエル領内への帰境する権利を軽視したものとして、強行に反対。ヤーゼル・アラファートと決裂した。その代案としてサイードは、アラブ人とユダヤ人が等しい権利を持つ、新たな国を作るべきとの一国家解決論を主張した。イスラエルのパレスチナ占領に関するサイードの著書には、パレスチナ問題、1979年、 パレスチナとは何か、1986年などがあり、彼の主張は敵対する民族を超えたリベラルなものと評価された。彼の死を知ったイスラエル人の歴史家イランパッペは、私のようなイスラエルのユダヤ人にとってサイードは、シオニズム国家で成長するということの闇と混乱の中から私たちを連れ出し、理性と倫理、そして両親の岸辺へと導いてくれる灯台であった。 と追悼した。彼はまた、熟練したピアニストとして、ネーションに音楽批評を長年にわたって寄稿した。音楽評論をまとめた著書を出版し、音楽学との学際的な講義も行っており、期日が偶然にも誕生日にあたるグレン・グールドの熱心な信奉者として知られていた。1999年には親友である、イスラエル人の音楽家、ダニエル・バレンボイムと共に、 ウェストイコールイースタンディバン管弦楽団を作った。これは才能ある若いクラシックの音楽家たちをイスラエルとアラブ諸国の双方から毎年夏に集めるという試みであり、ゲーテの斎藤詩集をもとに名付けられた。サイードとバレンボイムはこの業績が国際的な理解に貢献したという理由でスペイン王室より2002年度のアステリアス皇太子賞を授与さた。 東亜日報は、アメリカの対外政策を批判して、口では反米を叫びながらも、パレスチナではなく、自らは蓄財して、経済的に豊かなアメリカで極めて死ぬまで暮らした。ことから、シャンパンサハ、リムジリベラルの代表例に挙げている。以下では、ビデオは V、音声は A と省略。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。